毛先の先をこんな感じで丸めてあげても可愛いと思います。こんな感じです。こんにちは、大阪のトランクで働いている千秋です。今日はバッグの編み下ろしを、作っていきたいと思います。やっていきます。まず顔周りのおくれ毛を少し残して後ろで結ぶんですけど、この時にちょっとだけ三つ編みをしてから結びます。どんな編み方でもいいんですけど、今日は丸型の三つ編みをしていきます。真ん中の軸をそのまましておいて、その上下でクロスさせながら編んでいきます。で、2、3編みしたらゴムで結びます。で、少し胴体を引き出します。そしてまたここに細かくしようして、こんな感じです。そしたら顔周りも少しバランスを見て引き出します。だからキヌージョさんのカールアイロンで顔周りを巻いていきます。このコテは32ミリです。反対側を巻いていきます。だいたいリバースからその次がフォワード、で最後リバースっていう感じでミックスで巻いてます。で、最後パームなのでちょっと散らして
で、遅れ毛が多いなと思ったら少し取って、このクールリンパスティックで後ろに隠してあげます。こんな感じですかね。で、この後ろの毛先も巻いていきます。毛先はもうちょっと研いで、ちょっと私はダメージがあるので少しスプレーを振ってから巻いていきます。しっかり巻いていきます。で、後ろもしっかりスタイリング剤をつけたら完成です。こんな感じです。で、最後に毛先の先をこんな感じで丸めてあげても可愛いと思います。こんな感じです。今回は簡単に三つ編みで作る編み下ろしをやらせていただきました。簡単にできるのでぜひ試してみてください。ありがとうございました。